これから皆さんを神秘的な熱帯のジャングル、そして海外のアメリカ政府を巡る素晴らしい旅にご案内します。安全のため旅の間は立ち上がったり手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車の役目です。さて、皆さんは今熱帯のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよーく見てみるとトラ、カマ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。そういえば出発する前駅で機関車に水を補給していたんですが気がつきましたか。あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのはコロラド号です。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら間違いない。これから皆さんは遥か時間を遡りアメリカの西部開拓時代へと入っていきます。右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションといいます。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然とそれから何より一攫千金のチャンスがあります。お、川の向こう小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で我々は仲間だということをリタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。リタクエオアシン。インディアンたちは全員が一丸となって生きるために協力し合っています。大人がテントを張って食事の準備をしている間、勇敢な若い連中は森で狩りをしています。彼らは部族に代々伝わる技術を使って動物を捕まえているんですよ。線路に沿って流れている川はアメリカ川と言います。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。
右手にいるリスみたいな小さいドッグ、あいつはフェリードッグといって、西部ではあちこちで見かけるんですよ。どんなにタフな開拓者だって、あの小さくて可愛い動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。左の方に滝が流れている山が見えますか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。ほら見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの町に立ち寄って生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。実際のパークの上走る。皆さん、この辺で一番大きな近郊、ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。ここでは金が見つかってからなぜか奇妙な事故が次々と起こるようになってね、今ではよっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュでにぎわっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。実はこの山の周りでは他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。寒い。やばい、脱げた、帽子。大丈夫、寒くない。メニューが難しいなと思いてるから中に入るんじゃない、これ。あったかそう。それではこれからさらに時間を遡って皆さんをある特別なところにご案内することにします。息を潜めてどうぞお静かに。それからフラッシュ撮影はいけませんよ。恐竜を怒らせたら大変です。
無事に元の世界に戻ってきました。今見たものは他の人には内緒ですよ。さあもうすぐウエスタンリバー鉄道駅です。列車が完全に止まるまで座ったままで待っていてください。降りるときは忘れ物がないか確かめてから足元に十分気をつけて右側に降りてくださいね。本日はウエスタンリバー鉄道をご利用いただきありがとうございました。また遊びに来てくださいね。